初めてあのレン君と対峙をしましたね、させていただきまして、はい、まあリベンジャーズチャンネルもちょっと拝見してんねんけど、はい、あのレオザさんがすごい褒めてるのレン君の、はい、まあ、そうですね、まあ、だからもうどんな選手なんかなっていうのをちょっともう俺と個人としてマッチアップするから、まあ、楽しみだ、ね、めちゃくちゃ楽しみにしてんけど、あのまあ試合後に、まあ、レン君にちょっと、ちょっといいですか、対談が、対談、対談っていうかまあインタビューいいですか、ね、多分レン君のチャンネルなんか分からへんけど、もう初めてタカ君みたいな選手とマッチアップしてもうやばかったですね、こんなんもう僕初めて会いましたで、言われます。すごいリスペクトしてくれたよ。まあ、さリスペクト。ありがとうございます。すね、いやまあまあそんな場ではもちろんありがとうございますってちゃんと言うたよ。けどまあありがとうございますなと思ったの。俺まだ負けてらんねえよ。その一応僕チャンネルを見させていただいてるんですけど、はい、所属がシュワーボ。シュワーボ。シュワーボ。東京都4部のね。東京都4部。はい、東京都4部に。俺がまあ一緒のレベルさすがにちょっと待てよと俺もこれはね、プライドがちょっと俺もプライドがさすがにあるよといやいやそれはねいや高君みたいな選手初めて会いましたよ、うん、一緒のレベルにすなさすがにセットでくれそれはさすがにこっちにもプライドあるさすがにこれはこれはね、まあ、JA でやっちゃうからねさすがにちょっと俺も一応、ね、ちょっとやけどJリーグでもやってますしその JFL っていうカテゴリーでもやってますし可愛いじゃないですかけなげでいやあれはちょっとイラッとしましたイラッとリスペクトしてくれとるじゃんリスペクトしてますから俺の捉え方もちょっと悪いんやけどそのハードルが上がりすぎてたレン君がすごいすごいっていうああそういうことか、ね、プレミアリーグトップレベルの能力を持ってるとすごいっていう話は入ってましたそう聞いてたからプレミアリーグトップはやばいな脳が頭がって言ってたけどまあその期待が高すぎたっていうのがあってそのいい意味で期待外れでしたすごい言うてますねプレミアリーグの世界最高でもファンダイクレベル結構裏だね結構裏ですねこれだからこれ大丈夫これじゃあこれでも全然使ってもらっていいですけど使うの使いましょう、はい、もっとレベルアップしてもっとバチ言いたい意味を込めて言ってますまだ若いしねそう、うん、もっとなんか嫌がらしてほしい俺にもっと火をつけてほしいその俺のハードルが高すぎたからレン君に対してじゃあライバル関係スタートでいいですかライバルでもなかったですね申し訳ないですけど左サイドバックの小畑郎君がセンターバックに入る方が嫌やった正直